新助さんがいつやったかな、朝の4時か5時ぐらいに電話かけてきて、新助さんという人はあんまり電話しはらへんのよ。基本メールない。なんか電話で喋るのが嫌いで、メールをしてくる人 でそんな人が朝4時ぐらいに電話かけてきて、びっくりして、え、どうしたんですかって言ったら、東、お前の店明日空いてるかって言われて、六本木の店ですかって、そうやつ、ああもちろん空いてますって、ちょっと個室開けといてくれ、深夜12時から2時間ぐらいって。え、何があったんですかって言ったら、いや俺の相方の龍介が死んだよと、で今連絡来たんです。で俺は同期の連中らと一緒に、忍深いじゃないけど、龍介を魚にして、みんなで酒飲んで、龍介ああやったなこうやったなって話をしたいね、誰にも邪魔されたくないから個室貸してくれって言われたから、いやもちろんですって言った。でその後新助さんから、今日今沖縄におんねんけど、これから始発で東京に戻るから、今日感謝祭の収録やから、お前感謝祭の収録から付き合ってくれって言われたから、俺は新助さんの家を迎えに行って、一緒に感謝祭の現場 TBS に入って、新助さんの収録が終わるのもあって、で終わってからうちの店に新助さんをする。で新助さんがうちの店に、当時の同期やった大木響さん、太平三郎さん、オール巨人さんと小枝さんもいたかな、でそれでうちの個室使って、で森伊蔵一本一生日出てくるとか、一生日渡して、まあ入ってこんといてくれと、俺だけで楽しむから、でかいから、あもちろんです。で俺そのまま部屋に入れて、その個室以外のとこにいて、まあ、新助さんが終わるの待ってたら、マネージャーさんから電話かかってきて、新助まだいますかそちらにっていうか、あ多分中で話されてると思います、僕は中にいないんでって言ったら、いや実は今日一緒に出てた演者の方々が全員打ち上げ会場で新助さんお待ちしてるんですと、でできれば戻ってきてほしいって言ってるんですけど、戻れなさそうですかねって言われたから、えそれ伝えた方がいいですかって言ったら、伝えてくださいって言われたんで、俺は個室に入ったら、まあ、みんなちょっと泣きながら話してて、で俺新助さんに、いや実はマネージャーさんが電話でこうこうこうで言ってるんですけど、どうしましょうって言ったら、いやそれは戻ろうと、もう俺はもう子供っきりいっぱい話したから、そっちもそっちで行かないから戻ろうかと、じゃあここで解散しよう、で東お前だけ付き合ってくれって言われたから、あ分かりました、でもう一本森井戸の一生日くれって言われて、あ分かりましたって、私これみんなのお土産で持っていくわって、そのまま赤坂の打ち上げ会場に行ったら、まあ、今田さんとか感謝祭に出た芸人さんから女性タレントさんからみんないて、であと新助さん来て、うわーって、そういう新助さんすごいなと思うのは、多分めっちゃ悲しかったやろうし、いろんなこともあったやろうけど、もうずっと笑って盛り上げて、自分が中心にやっていく中でバーってやってはってんけど、その時に急に一人の人が来られたの、タレントが、で誰かというと松本人志さんで、松本人志さんなんか感謝祭に出てないし、もちろんで新助さんが、お前なんでこんなとこに急に来てん、お前番組にも出てないし、どないしてんの、いや今日兄さんが、龍介兄さんが亡くなって絶対寂しいし悲しいやろなと思ったら、僕そばにいようと思って来ましてんって言われた時に、新助さんが初めてみんなの前で泣いて、まあ、あれを見た時にこんな温かい人おらんなって俺思って、もちろん松本さんにも感動したし、でそれを見て今田さんが、これが大阪吉本やって、これでこんだけ熱いねんぞ俺らはって周りに来てる他の人らに言ってはったのをめっちゃ覚えてて、だからそういったことも含めて、やっぱ新助さんって人はやっぱりみんなにすごい愛されてるなと。